知ってる？純粋系。新潟空港にほど近い新潟市東区物見山地区の住宅街、その中に純粋家はあります。皆さんは純粋家に行ったことがありますか？おや、東区に住んでいるたかしくんもまだ純粋家に行ったことがないみたい。ねえたかし、今日は純粋家公園に行ってみない？姉ちゃん行こう。お姉ちゃん、実は前に夏休みの自由研究で公園のことを調べたことがあるから詳しいんだ。へえ、知らなかった。お姉ちゃん、ジュンサイってどんな植物なの？ジュンサイは水草の仲間です。ジュンサイのワカメはつるんとした透明なゼリー状の膜に包まれていて、この部分はお吸い物や酢の物にして美味しく食べられます。昔は池にたくさん生えていて、この地域の特産物として採集されていました。ちょっと歩いてみよっか。ここは東池っていうんだよ。純粋池の周りって自然がいっぱいで気持ちいいね。まるで森みたいだよね。純粋池の周りにはいろんな種類の生き物がいるんだよ。そうなんだ。どんな生き物がいるの？鳥も虫も魚もいるんだよ。純粋池公園は多くの樹木や草木が茂り、その豊かな自然の中で野鳥や昆虫、魚など様々な生き物が暮らしています。キツツキの中で一番小さなコゲラ、水辺で暮らすバンやカワセミ、モノサシトンボ、チョウトンボ、珍しい左巻きのカタツムリ、左巻きマイマイ、日本カナヘビなど、街中では見られない生き物や特定の季節しか観察できない動植物もいます。様々な生き物が互いにつながり合い、純粋池の自然を作っています。人間の肌みたいな。純粋池には外国の生き物も住んでいるって本当なの？そう、外来種といって元々の環境を壊してしまうかもしれない生き物もいるんだよ。純粋池では人によって持ち込まれた外来種による影響が課題となっています。アメリカザリガニやミドリガメと呼ばれるミシシッピアカミミガメも生態系への影響が大きいとされる外来種です。また園芸睡蓮はきれいな花を咲かせますが、水面を覆い尽くすほど茂って他の水草を枯らしたり、園芸睡蓮自体が毎年枯れて池の底に溜まってヘドロ化することで水質悪化の原因にもなっています。どうすれば純粋池の環境を守っていけるのか考えてみましょう。西池って言って向こうにも池があるんだよ。行ってみよう。黒。西池どんなんだろうね。西池楽しみだね。純粋池ってとっても大きいんだね。どうやってできたんだろう。強い風が砂を削って穴ができて、それが池になったんだよ。純粋池のある場所は昔は物見山砂丘という大きな砂地でした。冬になると日本海から強い北西の風が吹きつけ、その風がスプーンのように砂地を削って大きなくぼみになり、そこに水が溜まって今のような池になりました。このようにしてできた池を砂丘湖といい、純粋池の成り立ちは全国的にも珍しいものです。昔純粋池で湯治ができたんだって。湯治？湯治とは
温泉に浸かって病気や怪我など体の調子が良くないところを治すことを言います。かつて純彩家の水で皮膚病が良くなったという話が広まり、2つの池の近くに湯治をする人たちが泊まる宿ができました。池の水を汲んで沸かしたお風呂は病気の治療に良いと評判で、多くのお客さんが泊まりに来てにぎわったそうです。姉ちゃん、純彩池に龍神様のお話があるって本当？本当だよ。西池には龍神様が純彩取りをしていた人たちを助けてくれたっていう伝説があるんだよ。西池には龍神様の物語が伝わっています。昔、女性たちが池に船を出して純彩を取っていた時、突然嵐のような強い風が吹いて船がひっくり返ってしまいました。ところが池に住む龍神様が女性たちを守ってくれ、命が助かったそうです。西池南側の道路のそばにはこの龍神様を祀った神社があり、今も地域の人々から大切にされています。お姉ちゃん、純彩池ってとっても素敵なところだったんだね。今度は友達も誘ってまた来たいな。そうだね。私たちが大人になっても純彩池の自然や生き物がずっとこのまま続いていけるようにみんなで守っていけたらいいね。うん。住宅地の中に残されてきた純彩池は地域の自然、歴史、人々の暮らしと関わりながら現在まで受け継がれてきた貴重な場所です。純彩池について知ることは純彩池、そして地域の未来を考えることにつながります。未来につないでいくために私たちに何ができるか一緒に考えていきましょう。